決勝点となったプロ初ゴール、あの場面振り返ってください。そうですね、リュウジ君が仕掛けてドリブルでペナルティーエリア入ってきた時に目が合ってくるって分かってたので、自分はそれをくるのを信じて走って、まあ、あとは決めるだけでした。前半なかなかこう押し込まれて、はい、苦しい展開があったと思うんですけれども、その辺振り返ってみてどうでしょうか。そうですね、まあ、最近失点が多かったんで、チームも我慢強く守備をしていい攻撃につなげるっていうのを意識してたので、まあ、うまく守れて後半いい形で点取れて守りきれたのは良かったと思います。あの後半のまさに入りのところだったと思うんですけれども、かなりあのいい感じで入れて、その流れの中からの得点だったと思うんですけれども。そうですね、まあ、チームが前半あんまりうまくいってない中で、後半立ち上がりからアグレッシブに積極的に行こうっていうのはみんなで意識してたんで、まあ、トク君のシュートから後半が始まって、その流れで点を決めれたので良かったですね。でその後、最終的にもその1点を最後に守りきれたっていうのも非常に今日の大きなところだったと思うんですけど。そうですね、まあ、苦しい時間が続いて、自分たちはもうあんまりいい形が作れなくて、守備に回る時間が長かったんですけど、まあ、うまく選手とみんなでコミュニケーションを取り合いながらうまく守れて良かったです。今回プロ初ゴールということで、これからも、サポーターの皆さん活躍を期待していると思います。改めて一言お願いします。そうですね、まあ、こんだけ監督に試合に使ってもらってて、まあ、やっとゴール決めれたのでちょっと遅かったんですけど、まあ、これからもっと点に絡めるようなプレーをして、まあ、チームをもっと勝利に導いて順位もどんどん上げれたらいいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。